こんにちは京都大学文学研究科の大西卓郎と申します専門は論理学です人間の行う推論というものについてまあ、哲学的な側面と数学的な側面その両面から研究しています京都大学放送局アナウンス朗読部門の酒井紗穂乃です今日は大西先生の回答を掘り下げていきたいと思いますよろしくお願いします えー、今日は、えー、皆さんから寄せられた哲学についての質問にお答えしたいと思います。えー、哲学って私たちの暮らしにも役立ちますかという質問ですね。はい、えっ、ー、とまあ役立ちますということでお話ししたいと思います。哲学というのはですね、な何について研究しているのかって難しいんですけど、一言で言えば概念と言えると思うんです。概念。 ですねまあ、概念というのも難しい言葉ですけど、まあ、た例えば、まあ、言葉とか、えー、考え方ものの見方と言っていいと思うんですね。そういいったまあ概念について研究するのが、まあ、考えるののがが考え哲学ですでじゃあその概念って何なのと私たちとどう関係するのということになるとは思うんですけど。 実はこれがですね私たちの生活暮らししでですすねねにに、まあ、もろに影響しているんです、ねまあ、私たちまあ普通はですねこ,ここにあるテーブルみたいな机みたいなこのものとかあるいはこういうものとかこういうああいうカメラとかを作っているテクノロジーですよねそういうもので世の中動いているようにまあ思うんだけれどもで、まあ、一面ではそれは確かなんですけれどもそれと同時にですねその概念と いうもの物の,の考え方というものがですね私たちの暮らしというのを大きくまあ左右しているあるいは縛っていると言ってもいいかもしれませんあれ変えていく私たちの暮らしにすごく影響を与えているんですねでそれをまあまずはどういう考え方の元で私たちの暮らしが成り立っているのかというのを考えていくでさらにはそれがまあ良くない影響を及ぼしているんだとしたらそれをまあ変えていくまあ哲学中は大体 まあそんな糸並みなのかなと言えるかなと思います。それは具体的にはどういうことなんでしょうか。そうですね。具体的に言うとですね、いろんな例があるんですけど、そうですね。例えばあのまあ最近よく言われることで言えばですね、性別とかまああれジェンダーということですね。 もちろんあの私たちのこの身体的な意味での性別とかっていうものもあるわけですけれどもそこと関連してですねいろんな役割の,あのいわゆる性,性役割分担分業とか言われるものですねそういう性別についての私たちの考え方というのはこの社会をまあ大きくまあ規定している決めているところがあるわけですね。でそういうものについて改めて考えていくと。 いうことですね性別という概念自体は哲学的な概念ではないですけれどもそういった概念について考え直していくこれも哲学の一つの役割ですあるいはですねこの前高校生にお話ししたんで言えばですね能力という概念ありますね何かができるという概念ですねでこれあの もちろん、ね、能力というのが客観的にありそうな気がするとテストを受けたら何点というのが出てくるそうすることで私たちの学力が客観的に測られるなんか英語のテストを受けたら教育とか受けたら何点と私たちの英語の能力が出てくると客観的にそういう能力があるように思えるでその客観的に存在するような能力という考え方に基づいて私たちの社会というのが作られている。 ですねまあ、大学の受験の、えー、成績でどこの大学に入るかが決まる、まあ、で大学の成績大学で何をしたか何ができるようになったかでどういう会社に入れるかが決まるとどういうビジネスの能力を持っているかで、まあ、給料が決まっていくと、まあ、そういうあの社会の仕組みがそういうふうに出来上がっていく。でさらに言えば私たちそういう社会の仕組みを眺めながら ああ,ああいうことができるようになりたいなああいう能力を持つ人になりたいな私たち自身をを作り変えていいくととうことをします、まあ、客観的なものを測るような科学があり社会的な制度がありでそれに従ってあるいはそれとまあ逆に言うとそれに反発することもあるかもしれませんけどもそれを考えながら私たち自身がこの暮らしをつくっていくという側面がある。 この能例えばこの能力という概念をベースにですねこの社会全体がまあ作られていくところがあるでそれはそれでいいところもあるかもしれませんけれどもひょっとしたらですねそれじゃよくないこともあるかもしれない例えば障害を持っている人ある,あるいはまあ年老いて何かができなくなった人 この人たちに価値はないんでしょうか能力を持っている人が価値を持つという社会がそういうふうに社会の仕組みができているとしたらそういう人たちは価値はないんでしょうかそんなことはないですよね。としたら私たちのこの社会を作り上げているこの能力という概念ちょっと考えて,な考えてみる考え直してみるということが必要になるかもしれません。まあ、こんな形でですね この例えばこの能力という概念について考え直してみるこれがまあ一つの哲学のやり方ですでこれをまあ専門的にやるとするといろんなことを調べていろんなことを勉強してということになるわけですけれども、えー、皆さんもですねこういう私たちの暮らし社会あるいは私たち自身を作り上げている概念って何だろうと考えてもらえるとですね哲学のまあ大きな第一歩になるんじゃないかなと。 思います。はい。えっ、ー、と、二問目。哲学を始めたいけれど、何をすればいいかわかりません。教えてください。ええー、ということですね。さっきちょっともう話し,しちゃいましたけど。あの哲学が。研究する概念というものは。もうこの世の中に、いろんなところにあって、私たちの暮らしをもう。 あのそこに大きな影響を与えているので、えー、それを見つけてそれについて考え始めればまあ哲学を始めたこととになると思います、えー、ますあどういう概念があるんだろうどういうあの概念が私たちの暮らしに影響を与えているんだろうというのを、まあ、探し出す、えー、のは一つ、えー、なんとか考えどころかなと思いますけれどもまあまずはですね、えーあの 暮らしてる中でですね。生活してる中でですね。なんか変だなとか、なんか気持ち悪いなとかモヤモヤするなとかえ、そういうところからまあ始めたらいいんじゃないかなと思います。逆に言うと、まあモヤモヤすることが一切ないとえっ、ー、と幸せですと。と、えー、いう方は別に哲学やらなくてもいいんじゃないかなと思います。<laughs> もやもやするものがある。なんかよくわかんないな。自分はこうしたいんだけれどもなんか？ 世の,中世の中的にはちょっと違うなということが出てきたらですねそこで影響している概念は何だろうどういうものの考え方がまあ世の中にありで自分の中にはどういう考え方があり、えー、ということをまあ考え始めるというそこからまあ哲学は始まるんじゃないかなと思います。 でここからですね、まあ、本を読むとかいろんなことを調べるということは始めていいと思いますけれどもまずは自分の中でモヤモヤというのを探してもらえるといいんじゃないかなと思います。ただししこういういはははですねあの簡単には解消はしません、えー、さっき,私,あのさっきあの私言ったあの性別とかっていう概念あるいは何か能力とかっていう概念ってまさにこの社会全体をまあ作っているような非常に強固な概念。 ですよねまあ、例えば性別とかに関してはです、ね、いろんな人の努力もあってです、ね、なんか嫌なところはだん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 良くなっているところもあるかもしれませんけどもやっぱり強固なものがある。ということはです、ね、簡単に変わりはしないんですねあるいはそれが何で例えば能力という概念を何で私たちこんなに大事に思うんだろうというのは簡単にまあ分かんないんですね。その意味ではモヤモヤというのは簡単に消えないと思います。 えー、なのでですね、あのできれば答えを出すことにはあの焦らないでですね、えー、もやもやしながらずっと暮らしていくというのが大事かなと思います。まあ、逆に言えばですね、もやあのこういうもやもやというのは解消しないものですから、原理的にはもう解消しないものですからそういうもんだと思ってですね、腰を据えてあのじっくり考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、逆に言うとあのそういうもんだなと思えば。 あのちょっと気も楽になるかもしれません解消しないモヤモヤに向き合い続けるその楽しさとはどのようなものなんでしょうかああそうですねモヤモヤし続けるとはいえですね時々なんか分かったといそこでまあ分かったあこういうことかというそれでもまあ全体の問題は解決しないんだけれどもちょっと進んだかなというそういう瞬間は出てきます。 私としては一番そこがあのモチベーションになってる感じですかねあのこれもいろんなあの方々がいていろんなタイプの方がいてですねあのさっきの、まあ、いろんなこの社会を作っている概念とかっていうことを考えるとなるとあの、まあ、それだけじゃちょっと分かったということだけじゃあの満足はできなくて、まあ、もっと社会変えたい社会の考え方を変えたい場合によってもう社会をもう、まあ、革命だみたいな人ももちろんいてですねそこは あの分かったというところからどこまで進むかというのは人それぞれだと思うんですけど私は多分どちらかというと、まあ、分かったらまあ一つ安心して、えー、やりがいをそこで感じるかなというそういうタイプです。